はい、こんにちは、カトボーです。 FFC2 続きやっていきたいと思います。まあ、2なんだけど4だよね。はい、ということで前回限界まで来ました。これね、市図書館は静かに、ここの方は感動するな。温厚な老人ラムだが、その怒りは暗を呼び、雷によって戒められる。氷の女王シバ、彼女を凍らせた、怒らせた者は心臓さえも凍てつくことだろう。チョコボ、逃げ足と愛嬌なら一番である。今は誰も知らない召喚魔法も存在するという。炎の魔人フリート、その火炎は全てを焼き尽くすとさえ言われている。大地を揺るがす巨人タイタン、その力は死を引き裂き、ほとんどのものはその地割れに飲み込まれるだろう。人間界へとつながる洞窟、強き精神と体を持つ者のみ行き来できる。限界は人間界よりはるかに古い歴史を持つ。召喚魔法、源氏を呼び出す魔法、その力を持つ者は今やごくわずかとなった。幻獣界の掟、強さとは正しき心、その強さは見極めずして、その力容易に与えるべからず。か細く優しいもの知るし、力を合わせたとき、その力は発揮される。一撃必殺の斬鉄剣を誇るオーディン、かつて敗れたことはその剣に雷が落ちたときのみ知ってましてだから。幻獣王、北の海より現れ、大海原の主と言われる無敵王を誇る限界の主。限界の女王アスラ、幻獣王の妻にして幻獣王への関門でもある。彼女の力をうまく利用し、打ち勝った者のみが幻獣王の姿を見られることだろう。ここは永遠に読み切れないほど本があるから退屈しないよ。人間界にも文学はあるのかね。バカにしてるぞこれ。二つの月、太古の空にはその月はたった一つだったという。幻獣王を超える者、幻獣たちが作られた幻獣神は彼方から我々を見守っているという。未だ敗北を知らない幻獣神に打ち勝つ者、それは幻獣神の力を跳ね返すことができる者のみであろう。その昔、月より大いなるクジラがこの地に降り立った。今は竜の中で深き眠りについている。竜の中、幻獣魔物人間、どこから来てどこへ行くのか永遠の謎である。ゲフカみたいなこと言ってんの、どこから来てどこへ行くみたいな。ライブラすらも通じる魔物たちも怪獣図鑑によってその素性を明らかにされるであろう。おお、ライブラプラスだ。ここは幻獣王と王妃の部屋。幻獣王に話すにはアスラ王妃のお許しをいただけねばなりません。話せたよ幻獣王。いやいや、わしはただのじじいですじゃん。もう幻獣王って言われてんじゃんね。はい、女王様、お久しぶりですね。マリア、ちょっと待ってね。はい、すいません。どこで会ったんだろう。あなたたちの力がいるの、手を貸しましょうと言いたいところですが、お前たちの力を見極めればなりません。それが幻獣界におきて、私に挑む勇気と私を倒す力を持っていますか。はい、ならば試しましょう。まあリフレクあれば余裕だからね、この人はね。こんなほっといたら絶対無理よな。リフレクもそうなんだけど、何かリフレクで、あ、バカ、何やってんの、違う、何やってんの、相手にリフレクじゃん、何やってんの。うわ、アホなことしたアホなことした、何やってんの。そうだよ、あ、いやだ、しかもよって感じで。これって跳ね返っちゃうのかな。ちょっと待って、嘘でしょ。まあいいや。まあ。なんかダメだよね。さらに上がんのかな。うわ、
ああやばい。あっちの方が先動く。あれでも撃てる？ちょっと待って、こんなん使うって聞いてないし。まずこっち全部かけてからのがいいね。ヘイストヘイストってね。まあ唯一救いが、まあ召喚はね、効かないから。そっか、ブリンクかければいいのか。元に戻したいもんな。リヴァイアもなんかやってくんだろうな。えらい。you
すえすえ。おっとっと、いらないの。これはまずい。なんでさ、よりによってさ、ちっちゃくなった瞬間、あんなの？マリア、強くて優しい良い仲間を持ちましたね。全部私を呼びなさい。だから一パートを使うって最初絶対なんかおかしいと思ったもん。まあ、いや、まあ止まれば治るけどね。ねえ、リヴァイアどうしよう。装備品これでいけっかな。コテージ使えば治るでしょ、これ。さて、第一関門突破です。あ、戻った戻った。ちょっと舐めすぎたな。倒せなかったらまた来ればいいからね。いや、倒しちゃえばもう後々楽なんだけどな。あれ、ネミング A で合ってるよね。さっきの右の上。マリアよ、アスラまで倒したのはお前たちが初めてじゃ。邪悪な力に対抗するには、強い力だけでは勝てん。その力を正しい方向に導けるより強い戦士が必要じゃ。イニシエより戦いによってその精神を見極めてきた。どうじゃわしと一戦交えてみるか。はい。セールかけた方がいいよ。これがどんぐらい食らうかだよ。ああ、まあまあいける。もう一発来るのかな。弱点3打がだよね。なんであそこばっか狙うの。エンハルト弱いな。まあアスラの方がきついんかなって感じはするけどね。アスラで全員リフレクかかったとて今度回復できなくなったら困るからね。分身いらなかったの。通常やってくるかなと思ったけどそうでもなかった。レオハルドじゃなくてレイラの方がいいのかな。
確かに光の力、この源氏王リバヤさんの力を貸そう。やったぜ。あとは、まあ、はい、限界攻略。リバヤさんとアスラですね。まあ、使いようによっては強いですね。水弱点のやつとかにはね、すごいいいですよね。ただダメージカンストが9999か、やっぱりね。はい、ということで今回断りたいと思います。まあ、アスラがちょっと違ったね。あのミニマムなんか使ってこないよね。レオンハルトどうしような。レオンハルト、でも、レイラにすっかな。どの方がいいんだろうな。レオノーラ絶対いるでしょ。レイラにすると盗むと黒魔法が使えるんですよ。だけどそんなに魔力高いわけじゃないでしょ。ただここの需要があんまよくわからないんだよな。とんでもね強くなるのかな。ちょっと迷うな。レイラの方がいいような気するんだけどな。レイラにしてみっかな。いや、盗むが使えない。多分、でもポーションとかしか盗めないような気するんだけどね。どうなんだろうな。この土のクリスタルって何あれ、もしかしてちょっと渡さなくちゃいけない人いる？もしかして。でも渡してそれが手に入ったら嫌なんだよね。連れて行きますかって なったじゃん。だからあれがどうなんかって気になるんですよ。あれここあれほら、あ違う、アルティアじゃなくて、あれいいんだよな。どうしよっかな。あれ？え？なんだ、一緒に連れて行ってよ。これ入って言って消えたけど。え？何これ。え、仲間入るわけじゃないの？入れ替えれるわ、あれどういうこと？なんだちょっと待って。あ、待って、なんでちょっと待って、レオノーラが、あ、そっか、レオノーラが交換なのか。あー、じゃあダメだ。あ、なんだよ。この4人は決定なんだ。あら、うわ、いつの間にこんな動いてんの、この人。あ、でも回復キャラが、白魔法使えるのがいなくなっちゃうから、レオノーラじゃないと困るよ、それ。レオノーラどこにいるの？あー、そういう感じか。いや、あの人何も装備しないよね。あ、前の装備か。あれ？あ、そういう感じね。ボスの時だけレイラ連れていけばいいのかな。じゃレオノーラどこよ。あー、もう4人は決定なんだ。いや、じゃあレオノーラだな。申し訳ないけど、レオノーラだな。ここにいいんじゃない。あれ、レオノーラ消えた。あいつどこにいんの。ちょっと待って。ミユーと一緒のとこいるよな、多分。あれ？レオノーラが消えた。ちょっと待って。
ああ、そういう感じか。まあ、セーブしといてよかったな、じゃあ。いないと、今、絶対困ったじゃん。白魔法2人いるから、このゲーム。いらないわけがない。え、どこにいんだ？ところで、ネオノーラは。ネオノーラとミウがどっかに、ネオノーラ消えてどこ行ったの？あの人、マジでどこ行ったの？え、待って、消えたんだけど、レオノーラが。え、探しとかないとまずいよね。まあ、セーブしてないからいいけど。いたおかげで助かるってのあるんだからさ。街にいんのかな？え、全部回ったよね。レオンハルトはまあでもそれ分かっただけ。あ、ここにいそう。ああ、まあしょうがないか。絶対いるもん、この人。いらないわけが。待て、なんか覚えてない。リフレク、あと1個ホーリーか。ホーリーだね。ああ、ちょっとヒヤッとしたけど、土のクリスタルあったじゃないですか、前回取った。あれ多分ここで渡すんじゃない？まあ、ちょっと違うかもしれないから。あここじゃなくて、ミシディアがあって、あれどこだっけ？リスト。ここなんなんところで。ちょっと待って、そこも気になるな。とりあえずディスト行こう。あれ、ディストどこだ？あったあったあった。ここのさ、水は美しき城にいて眠りにつく。水は美しき城にいて眠りにつく。美しき城にてね。あ、わかった。美しき城ってさ、多分月にあるよね。だって美しき城なんてさ、そこしかないでしょ。だって水の、え、ディス、待って、し、え、し、ディストじゃないよな。あ、そうだ、ディスト、そうだ。すぐ左下ディストじゃない。あと、あの砂漠の丸っこいとこも気になるしね。まあ、次回でもいいんだけど、ちょっと今回、まあ、アセラと、ね、あれだけど、リバヤさんだけだったけどさ、ここそういえば水だよね。この人らエクスカリバーくれない？リチャードも死んでしまったんですか？戻ってくると言ったのに。でも彼も竜騎士、仲間のために死ねて本望でしょう。後天魂を滅ぼす悪者。でもあの竜騎士のおじさんはどうしたの？あれくれないか。水は美しき城にいてっていう、ここも美しき城だよね、水とね。ここ何もなければ、とりあえず月だろうな。関係ないよな。関係なければ、まあ、今回ここまでかな。ちょっと砂漠のとこのポツンとしたとこも気になるけどね。これ出れないもんね。ああ、まあ、宝。はい。ということで、今回断りたいと思います。とりあえず、レックスカリバー取れるよね、多分。と思いますけど。ちょっと次回ね、封印の洞窟行くんで、その前にちょっと寄ってから行こうか。はい。よろしければグッドボタン、チャンネル登録、X のフォローダウンしてあげるとすごく嬉しいです。ご視聴いただきありがとうございます。次の動画でお会いしましょう。